日本で仏教が庶民のものとなったのは鎌倉時代で法然によるところが大きいと思います。法然の教えは実に画期的です。南無阿弥陀仏と唱えるだけで阿弥陀如来により必ず極楽浄土できるという考え。南無阿弥陀仏と唱えるだけで誰でも救われる。この分かりやすい教えは爆発的な人気を呼び、 法然ののに多くの人が殺到しましまた当時仏教の中でマイナーだった浄土系仏教が法然の登場をもって主流となっていったのですヒットするには分かりやすいのが必須の条件ですどんなにコンテンツが良くても難しければごく一部の人しか理解が得られずヒットとまではいきません分かりやすいシンプル これでなければ大勢の人に浸透していきません。イエスの教えは愛。実にシンプルです。だから広がりました。確かに愛とは何かを追求すると難しくなりますが、最初の入り口は分かりやすくシンプルです。勝手の総理大臣である小泉純一郎は人気がありました。その人気の一つがスピーチ。小泉のスピーチは人気がありましたが、 正直言って内容は大したことありませんというより論点のすり替えもあり細かく内容を見ていけばツッコミどころ満載のスピーチ内容しかし小泉の単純明快なスピーチは庶民の心をつかんでしまいましたもし小泉のスピーチが専門的で難解ならたとえ的を得た正論であっても支持はされにくいでしょう私の教えは2つです 磨きと特業一般人には何だかよくわからないでしょう究極的に平たく言えば「見玉磨き」とは努力をすること「特業」とは人に喜ばれることをすること「努力をすること」「人に喜ばれることをすること」こんなことならいつの時代にも誰もが普通に言うことです全然画期的でも目新しいことでもありません もちろん私の教えを努力すること、人に呼ばれる、喜ばれるようなことをすることと言ってもいいです。その方が分かりやすいですから。しかし伝えたい本質となると、見玉と徳という概念を入れたいのです。やっぱり私の教えは、見玉磨きと徳業。広めたいけど広めない場合は、7回も何回もしつこいぐらいに言うしかありません。 そうして広めるしかありません。だからこれからも断るごとに言います、言い続けます。三玉磨きと特業、三玉磨きと特業、三玉磨きと特業。